リトルウィッチ述べた。夢うつつの輪廻。どうして目覚めないの？どうして目覚めると思った？え？君はもう死んでるじゃないか。私は述べた。だけど、その名前で呼ばれることはない。彼らは私をチャーチウィッチと呼ぶ。ごめん、黒猫ちゃん。この古城で出会った猫は、私を導いてくれるようだ。玉座へ。玉座にたどり着けば、きっと、私が何者なの。さっき、私、死んだ。夢？この鎧のクラフトソウル、さっきのは予知夢。よし、一気に倒しちゃおう。あの剣で。これって本当に夢？すごく鮮明な夢。黒猫ちゃん！黒猫ちゃん、よかった。気づいたの。私が死ぬとこの女神像のそばで目が覚めるみたい。うん、なるほど。ではどうして逃げない？どうして？玉座を探さなきゃ。ほう？うって！あの盾、私の魔法を弾く。隙を見つけなきゃ。魔力が足りなくて倒せない。何時を、これ以上は進ませぬ。まだ動ける。黒猫ちゃん！我が王のために。床が崩れ落ちたのか、この猫は。でも私を守ってくれたの。それに言葉だって話せるんだから。ついてきて。少し回り道したら通れるはずだ。少し口が悪いけど、私のこと主様って呼んでくれるの。それは良かったのか。少しは自分で考えなよ。魔法を使うのは僕じゃないんだよ。人を生き返らせるなんて神様にしかできないよ。寝ぼけてるのか？お前も怒ってもいいと思うが。怒る？黒猫ちゃん、このクラフトソウルたちは意志がないよね。君だってあいつらと同じだろ。君もただ僕の後についてきてるだけだ。それは黒猫ちゃんが玉座の場所を知っているから。だから何？僕にただついてくることが自分に意志があるって証明になるのか？
やっぱ怒ってもいいかな。このクラフトソウルは意志を持ってるみたいだ。あなたもクラフトソウルなの？綺麗なリボン。綺麗でしょ。私もこのリボンお気に入りなの。だからどんな器に変わってもこのリボンをつけてるの。でももうこの器が最後の一個なの。だからその器、あなたの体譲ってくれる？復活の奇跡は神にのみ起こせる。死と生を繰り返していることは私にしかわからない。黒猫ちゃんもクラフトソウルもそうだ。だから同じ失敗をしなければ勝てる。私の代わりにこのリボンを風の吹く草原へ連れて行ってくれる？何度も繰り返して勝てた。ああ壊れちゃった。ありがとう。あなたの体を使ってここから出ていくよ。うん、約束するよ。このリボン大切にするね。そしていつか外へ、風が吹く草原へ連れていくよ。しかし、嬉しくなさそうに見えるが。うん。君、余計なことを。玉座へ行くのに、そのリボンは必要ないだろう。僕にただついてくることが、自分に意志があるって証明になるのか？玉座はこっちだ。待て、寄り道するんじゃない。おやおや、そして彼女に出会ったでしょ。あなたも
一緒に遊ぶ？そうだよ。みんなと、仲間と一緒に、負けた子がソウルエッセンスをあげる遊びをしてたの。そしたら、あたしだけになっちゃった。でも平気。あたしがみんなの代わりに願いを叶えるから。さあ、一緒に遊ぼう。騎士王のナイトですら私たちの相手にならない。寂しくなるけど遊び続けよう。それで、これがあなたの最後？ずっとここにいた方がいいんじゃないか？でも玉座に。君はリボンの方が大事なんだろう？しかも、また殺されてしまうかもしれないんだぞ。玉座は諦めるべきだな。待って、あなたは誰？今更気づいたのか？ここは居心地がいいからな。でも私、まさか永久に生と死を繰り返すつもりか？無限に続くよみがえりは不老不死と一緒だ。虚しいものだよ。果てない旅は未完の物語だ。何の意味もない。でも私はまだ。君は何のためにその杖を振るう？魔法を使うため？その何のために死ぬ？お前の意志？そんなもの本当にあると思っているのか？教会の魔女、玉座！かけてもいい！もしあの猫が玉座に行くにはマグマに飛び込めと言えばお前は飛び込む！なぜ目覚めない？神様がお前を見放したからだ！今諦めたら全てが無意味になる。倒されたクラフトソウルたちも、何度も死んだ記憶も、もし終わりがあるとしてもここじゃない。三日月幻想？まだ覚えていない魔法を使うか、この体。まだまだ秘めた能力があるようだな。
今目覚めなきゃ。心配無用だ。君が死ねばすでに起きたことは夢となり、世界はリセットする。私は神が世界をいじるその間に君に挨拶に来ていたというわけだ。ここは精神世界。生死の概念がない。主様として簡単に消されることもない。どうした？一回私を倒したのにまだ怖いのか？ここにいたいのならいればいい。ダメ、絶対に玉座まで行く。何度クラフトソウルが現れても、何度倒れても、自分の意志で玉座に行く。知れ事。それは他の声が君に与えた理由だ。私が聞きたいのは君だけの理由だ。私、自分がよくわからなくなった。私を殺し続け、私を怖がらせるクラフトソウルたち、彼らを倒した瞬間、彼らを憎むべきだ。すっきりするべきだ。あなたの勝ちね。私のソウルエッセンスはあなたのものよ。それとみんなのも。こんなクラフトソウル、仲間のクラフトソウルをソウルエッセンスにして食ったな。どうしてそんなことを？だってソウルエッセンスがないと意志を保てないんだよ。どうしても、私は私のままでこの世界を感じていたかったんだ。彼女たちを憎むべきなのに、なぜか悲しくて。私の、私たちの願いを叶えてくれる？まるで友達がいなくなってしまうような、何かしてあげたい。あなたたちを日の当たる場所へ連れて行ってあげる。そうしたらまたみんなで遊ぼうね。私はおかしい。私は一体。今の気持ちを大切にするんだよ。それはどんなに強力な魔法でも叶わない。あなただけの意志。さあ玉座に行きなさい。あなたが疑っていること、あなたが恐れること、その全てがそこにある。私は自分の意志を持って進み続ける。玉座にたどり着いたら、そこには全ての真相があるのだから。